こんにちは、竹島舞です。日本では公認会計士や税理士の方の独立のお話はよく聞きますが、米国公認会計士が独立したというお話はなかなか聞かないかと思います。実際私の周りでもですね、米国公認会計士としてアメリカで独立した人は周りにもですね、思い返してみると1人か2人くらいしかおりません。本日はアメリカで働く私がどうして米国公認会計士として独立する道を選んだのか、その理由を3つお話していきたいと思います。これからお話しする3つの理由に順位はありません。でもこの3つの理由が主な理由で私は独立を決めました。まず1つ目は、アメリカで働く一日本人として少しでもアメリカの日系コミュニティの力になりたいなと思ったからでした。私は、初めに勤めた、会計事務所は日系の会計事務所だったので、お客様も日本の企業の子会社、アメリカ子会社だったりとか、駐在員の方だったりとか、アメリカにずっとお住まいの方だったり、日系企業だったり日本人の方が、クライアントだったんですね。でも、独立する前の約10年間は私はアメリカの企業に勤めていたので、クライアントも全て、アメリカの企業が中心でした。私もアメリカ生活が長くなるにつれて少しずつ意識が変わってきたと思うんですが、アメリカで頑張られている、日系企業だったり日本人の方々の、サポートを少しでもできたらなという思いが年々増えてきました。当時勤めていたビッグフォーの一社でですね、私は所属していたのは普通のアメリカの不動産部門がを専門にする部署だったんですけれども、日系企業専門の部署にのパートナーに私の思いを伝えて相談したところ、当時はですね、コロナ禍ということもあっていろいろ大変だった時期でもあったんですが、日系企業部門はその時人材がかなり充実してたんですね。なので私がフルタイムですぐに移動するということが難しいという状況で、それだったらということで、自分で日本人のお客様を取っていってビジネスをしていくという選択肢が浮かび上がってきました。2つ目の理由は、次に行きたいと思った会社が見つからなかったからです。私のキャリア遍歴は少しユニークなんですけれども、初めに会計事務所に勤めて、事業会社に行き、ビッグ4を経て、独立という道を選びました。アメリカのビッグ4は新卒採用が大半な中でですね、私はもう他の会計事務所も事業会社もすでに経験済みだったので、大体ですね、どこで働けばどういう仕事が待っていてどういう働き方になるかっていうのはもう分かっていたんですね。で、通常税務を専門とするアメリカの CPA は会計事務所や税理士事務所、規模によってまたその働き方は異なりますけれども、で働くか、もしくは事業会社のタックスデパートメントで働くかの、この2つが主なキャリアパスとなっています。今後どのぐらい働いていくか分からなかったですけど、例えば20年ぐらい働くとして、本当に自分が叶えたいと思っているライフスタイルだったりキャリアを実現できる場所がちょっと想像つかなかったというか見つけられなかったので、自然とですね、独立という選択肢が浮かんできました。私が独立を決めた3つ目の理由はとても個人的な理由なんですけれども、これはアメリカと日本を行き来する生活を手に入れたかったからです。私はですね、もともと大学留学でアメリカに来たんですけれども、留学して間もない頃に日本にいた母を突然亡くしました。で、当時、留学生活をやめて日本に帰ろうかっていうことも考えたんですけれども、結果的には母がずっと応援してくれていたその留学を全うしようということで、続けて、結果的にはアメリカでその後就職することになったんですけれども、当時からですね、日本とアメリカの物理的な距離っていうのにすごく悩んでいて、
日本にいる家族が困っている時、大変な時にすぐにそばに行ってあげられる物理的な距離でもないですし、まあ、時間もかかりますし、お金もかかりますし、この距離に関しては本当に長い間私は悩んでました。まあ、自分の中では本当に最大限努力して日本にできるだけ帰るようにはしてたんですけれども、それでもやっぱり距離には打ち勝つことができなくて、どうにかしても日本とアメリカを本当に自由に行き来できるようになりたいなというのはもう当時から の思いでした。アメリカで就職をすることが決まってからも日本とアメリカを行き来できる仕事というのは常に頭にあって探してはいたんですけれども、なかなかですねそのような仕事に巡り合うことができなかったんですね。でまあ当たり前のことですけれども、企業に勤めていたら有給申請をして、チームに迷惑をかけないように事前に仕事を終わらせて、でチームに申し訳ないなという思いを抱きながらお休みを取らせていただいて、お休みを取って、まあ、アメリカは有給を取りやすいとは言っても、まあ、大体取れても2、3週間で年に1回日本に帰るっていう形だったんですね。でも個人で仕事をすれば、その予定というのスケジュールが自分で立てられますし、休みを取って日本に行かなくても日本から仕事をするというオプションもあるので、誰かに迷惑をかけてお休みをいただくということがなくなるんですよね。まあ、今後、まあ、20年30年かわからないですけれども、働く上でですね一人で身軽になって、その簡単に日本とアメリカを行き来できるその環境をですね、自分で作っておくっていうのは、独立したら手に入れられる大きなベネフィットの一つでした。今実際に独立して3年目になるんですけれども、まだまだですね、予期せぬことが起こることもありますし、日々勉強という感じなんですが、理想としていたワークスタイル、そしてライフスタイルには、近づいているかなと思います。アメリカで働いている会計士の中でも、実際に独立した方というのは本当に少数派ですが、まあ、独立してからもちろん勉強し続けなければいけないので大変なことももちろんあるんですけれども、独立は十分可能だと思います。本日は私が米国公認会計士として独立を決めた3つの理由に関してお話ししました。今後独立を考えている方の少しでも参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございました。